誰がために金はなるは、1943年制作のアメリカ映画、アーネスト・ヘミングウェイの小説、誰がために金はなるの映画化作品。映画の放題では、ためという漢字が使用されている。主演のゲイリー・クーパーとイングリッド・バーグマン・スペイン内戦に、義勇軍として参加したロバートは、ゴルス将軍の指令を受けて山間部にある、フランシスコ・フランコ軍の橋を爆破するため、 ジプシーのアンセルもと共に山間部を根じにする山賊、パブロに協力を求める。しかし、かつて人民戦線派の戦士だったパブロは戦いに、興味をなくし、協力を拒む。パブロの卑屈な態度に愛想をつかした、妻ピラーは、夫に代わりジプシーたちをまとめて作戦に参加し、ロバートは彼らにかくまわれていた市長の娘マリアと、心を通わすようになる。 橋の爆破には脱出用の馬が必要だったが、パブロは馬の提供を拒み、吹雪の夜に馬を連れて姿を消してしまう。ピラーたちは彼を殺すべきだったと後悔するが、ロバートはジプシーのリーダーであるエルソルドに協力を求める。エルソルドは仲間と共にフランコ軍から馬を強奪することを計画し、同時に改心したパブロがアジトに戻り、協力を申し出る。 エルソルドたちは馬を強奪することに成功するが、吹雪が止んでしまったため、フランコ軍に追撃されてしまう。ロバートたちは雪山を偵察中に追撃中の、フランコ軍に出くわしそうになるが、エルソルドたちが注意を引きつけたため気づかれずに済む。ジップシーたちは包囲されたエルソルドたちを助けようとするが、ロバートは作戦を優先して、救助を拒否し、エルソルドたちは、 フランコ軍の爆撃を受け全員戦死する。同じ頃、別行動をとっていたパブロは恐怖に駆られてアジトに戻り、ロバートが用意していた爆弾の起爆装置を破壊してしまう。ロバートは作戦の中止を決め、ゴルツ将軍に作戦の中止を伝える文章を送るが、文書が到着するのが遅れてしまい、すでに部隊は出撃していた。ピラーたちは作戦の続行を主張し、 そこに、パブロが戻り、今度こそ作戦に協力すると申し出る。ロバートは、説得を受け、手動で爆弾を起動させる作戦を立案し、予定通り作戦を決行する。作戦中止を決定する理由は、作戦の情報が漏れたと判断したため。それでも、作戦を実行した理由は、爆撃機部隊の出撃を確認したため。ロバートたちは橋に爆弾を仕掛けるため、橋の、 警備隊と銃撃戦を展開しながら爆弾を設置するが人民戦線派を破ったフランコ軍の戦車部隊が接近し仲間たちが次々と死んでいく。ロバートは手はず通り橋を爆破しマリアやピラー、パブロたちと共に脱出を試みる。しかしフランコ軍の砲撃でロバートが負傷し馬に乗ることができなくなってしまう。ロバートは一人残って フランコ軍を迎え撃つことに決め、その場に泊まろうとするマリアと別れを告げ、彼女をピラーたちに任せて戦場に泊まる。ロバートは迫り来るフランコ軍の大軍を前に、機関銃の引き金を引く。本作の小説、誰がために金はなるを読んで、マリア役を強く熱望したバーグマンは、伸ばしていた自慢の髪を切って、原作者であるアーネスト・ヘミングウェイの自宅に押しかけ、同然で、 自分を売り込んだという。パラマウント映画制作だが、半券売却の対象となったことから、ユニバーサルピクチャーズから正規版 DVD が発売されている。なお、日本では著作権の保護期間が完全に終了したことから、現在、複数の会社から、激安 DVD が発売中である。また会社によっては、誰がために金はなるのタイトルで発売されている。 ありがとうございます。